ね、もらえんとか。そう。めっちゃかっこよくないですか。いつもの2倍パンサー。次ショットフェイクからフォアワードリバウンド。どちらミドルとベースライン。だから怖いの。しかももうでかい点ローテーションできる。そうそうそう、みんなもうフルローテ。一本強いのがあるんですよ。うん、一気にいかんかい。うるせえお前。うわ、元出てきちゃった。おい出せって。やばい、早く。今日広島はこうトランディションのオフェンスが非常にアグレッシブにアタックしてくるチームなんで、まあ、うちの課題としてはトランディションのディフェンスが課題と挙げられてるんで、まあ、そこのトランディションのディフェンスをいかにうまくできるかっていうところで、オフェンスとしては彼も逆にディフェンスでペイントをパックしてくるんで、しっかり僕らは早いディシジョンメイクでこうオープンに対してパスを出して自分たちのコンセプトであるスリーポイントをオープンをどれだけ打てるかっていうところが、まあ、今日の課題かなっていうところ、まあ、ゲームのポイントになってくると思います。はい、改めて今日のアンナリーズ久しぶりのホームゲーム、対戦相手は広島ドラゴンフライズです。先日はマリネの支援を目的としたシャルキーでのバスケットボールブルーリングの応援。テイクフィジカルコンディショニングチーム。まあ、今日のうちのポイントになってくるのは、まあ、ちょっとガード陣もいろいろ怪我人が出てきながらプレータイムをシェアしてるんで、まあ、特に小西選手をしっかり今日のゲームの鍵になってくるんじゃないかな。彼がしっかりこうプレータイムをシェアできれば、まあ、ポイントガード陣も、まあ、ある程度みんなでプレータイムがシェアできて、まあ、ゲームとしても成り立ってくるんじゃないかなと思います。で、まあ、相手のキープレイヤーとしては、まあ、今13番のドウェイン・エヴァンス選手が非常にアグレッシブにこうリーグの中でもいい選手になっているので、まあ、そこをチームとしていかに止めれるかと、あとはまあナンバーゼロの寺島が京都に帰ってきているので、まあ、彼に気持ちよくプレーさせないというところが、まあ、個人的にというか、まあ、京都にいた、まあ、久保田であったり、三田であったり僕であったり京都で長いプレーヤーが、まあ、ちょっと意識しているかなという感じです。23シーズン京都アンナリーズホームゲーム、京都ナンバー3、藤井直人。Thank you.
終了。今日は応援ありがとうございました。広島には敗戦という形になりましたが、まあ、今週末もゲームは どんどん続いていくんで、信州戦に向けてまた新たに準備していきたいと思います。応援よろしくお願いします。まあ、今日のゲームでは40分間、まあ、選手たちは戦い続けていたとは思うので、まあ、若い選手も多いですし、怪我人も増えていく中で、それでも言い訳せずに40分間戦い続けて、まあ、そういう姿を、まあ、ファンの方々に見てもらえたらいいかなと思います。それに、まあ、最後結果がついてくれば、またいい形でどんどんチームとしてステップアップできていけると思うので、このまま熱い応援よろしくお願いします。